ルーマニアの詩人、ミハイ・エミネスクルーマニア文学は、ルーマニア語による文学のこと。この文学の歴史は、極めて多様な発展した。15世紀から18世紀にかけては、宗教文学が主体であったが、18世紀後半以降は、ラテン民族としての自覚に基づいた、ルーマニア人の歴史、言語についての著作がなされた。第一次世界大戦以前の約100年間に、 文学は国家の統一の繁栄により発達した。この時期の代表的な文学者は詩人で劇作家のバシーレ・アレクサンドリなどであり、19世紀に活躍したロマン派の詩人、ミハイ・エミネスクや劇作家のヨンルカ・カラジアレなども特筆に値する。戦艦期を受ける文学作品は民族的なテーマが多く、ミハイ・サドベヤヌが代表的な小説家であった。 1940年代後半から80年代にかけては一時期を除き文学もソ連の影響によるリアリズムに特徴付けられるものとなっていた。この頃、フランスでは劇作家のイオネスコが活躍。文学も美術も19世紀にピークとなった。代表的な画家としてはニコラエ・グリゴレスクがおり、ジョルジュ・エネスコ、ディヌリパッティなどの著名な音楽家もいた。 ありがとうございます。